クルボアジェ VS クルボアジェはサントリーホールディングスの子会社であるビームサントリーが所有するコニャックのブランドフランスのシャラント兼ジャルナックに拠点を置く1809年にエマニュエル・クルボアジェと当時のベルシー市長であったルイ・ギャロワがワインとスピリッツの専門商社をパリ郊外のベルシーに共同で設立その地域における最上級のコニャックの取引をしていたが ベルシーから移転して自分たち自身が生産者となることこそが最上級コニャックの品質を保証する唯一の方法であると思い至るようになった。200年の歴史を持つその生産手法はクルボアジェがベルシーで確立して以来今日まで変わっていない。エティエンヌブオーによる歴史画に描かれているようにナポレオン一世は1811年に ベルシーを訪れているが、ナポレオン一世が、ナポレオン戦争の際に自ら率いる、砲兵部隊が、コニャックの配給を受けられるよう指示した記録が、残っている。伝説によると、ナポレオン一世が、その後いくつかのコニャックが入った樽をセントヘレナへ、運び入れた際に、菅のイギリス人将校たちがこれを振る舞われて、非常にありがたがり、ナポレオンのコニャックと名付けたという。 ナポレオン一世の後継者であるナポレオン三世は個人的な要望から1869年にクルボアジェに対して王室御用達の名誉称号を授けた。これはジャルナックにあるクルボアジェ博物館に現在も展示されている。1828年、エマニュエル・トリイの息子たちのフェリックス・クルボアジェ・トジュール・ギャロアはコニャックの品質を高めるためコニャック地方の 小さな町ジャルナックに移転した。1866年のフェリックスの死後は彼のおいにあたるクーリエ兄弟が事業を引き継いだ。1909年になるまでの間にイングランドのサイモン家に売却されたが本社と生産はジャルナックの地で続けられた。クルボアジェの事業はシャラントカーのほとりに1870年代に建てられた社ーで現在も続けられている。 クルボアジェがブレンドに使用するオードビーの栗はグランドシャンパーニュ、プティットシャンパーニュ、ボルドリ、ファンボアである。10月にブドウの収穫が始まり、11月から3月にかけてが上流期間である。その後、フランスのトロンセの森から調達した樹齢200年の多くでできた手作りの樽で熟成される。クルボアジェの本社はコニャック地域から10分の距離にあるジャルナックの町に 現在も位置し、1828年に、フェリックス・クルボアジェとルイヤ・ヤロワが移り込んだ最初のシャトーで経営されている。クルボアジェのシャトーには、ブティックと博物館が併設されており、テイスティングや、開園制のツアーも提供されている。博物館には、ナポレオン一世の髪の束や帽子、コートなどのゆかりの品々も展示されている。ナポレオンの精神に敬意を払い、 クルボアジェは1951年にナポレオン一世の最初の妻の名を冠したジョセフィーヌボトルを発売した。ネックが細く底が広い。このボトル形状はクルボアジェの代名詞となったが、これがジョセフィーヌの愛したコルセットを模したものなのか、逆さまにした初期のブランデーグラスを模したものなのかについては定かでない。クルボアジェは900万人の視聴者を持つイギリスの テレビ放送に広告を打ち、テレビ広告を流した最初のコニャックのブランドとなった。また、2009年には映画アバターの放映前にコニャックウィズアナザーディメンションというタイトルの広告をテレビや映画館で流し、3D 広告を打った最初の種類ブランドとなった。ミキシビラティのプロモーションの一環として消費者にクルボアジェを カクテルの材料として使う方法を紹介する iPad 用アプリが作られた。カクテルにフォーカスした体験型イベントとして、巨大な容器にクルボアジェを配合した4000リットルのカクテルを満たし、参加者に配るアーキテクチュアルパンチボールを開催した。このイベントは、かつて巨大パンチボールを作り、それに浮かべた船をボーイが漕いで、酒の入ったグラスを配らせた。 エドワード・ラッセル・提督へのオマージュであった。五感マーケティングの先駆的な事例の一つ、レネデ・クーベワス・ジェイでは、一流のシェフや音楽とのパートナーシップのもとで、クルボア・ジェのそれぞれのコニャックの持つ主要な香りに合う料理を提案した。アールデコのデザイナーであるエルテは、彼の誕生年である1892年のグランド・シャンパーニュのコニャックを入れる。 限定版ボトルの製作を1988年にクルボアジェに依頼された。エルテがデザインした7つのボトルでは、コニャックの上流過程におけるそれぞれの段階が、エルテならではのユニークな感性で表現された。2005年には、イギリス人デザイナーのビビアン・ウェストウッドがデザインを手掛けた150本限定のクルボアジェ XO が、ハーベー・ニコルズで独占販売された。 1789年のコニャックが入ったクルボアジェの最古のボトルがハロッツのイベントアルシミエルアトリエで公開された。オランダの収集家であるベイハンデル・ブントの金庫で発見された。このボトルは9万ユーロで販売された。クルボアジェは高品質の製品を提供してきたとして、フランスにおける最高品質の証であるプレステージデラ・フランスを1983年に 授与された。クルボアジェはこの栄誉を授けられた唯一のコニャックハウスである。種類の格付け評価を集積するウェブサイト、プルーフ66は、クルボアジェ21を世界で評価されているブランデー、コニャックトップ20のリストに挙げた。ありがとうございます。